7時になってしまいました。しなびそうなナスを塩もみ軽くして、冷たいトマトと冷やしたトマトとツナと、塩麹で、混ぜました。でオリーブオイルの美味しいレモンオリーブオイルというのもいただいたので、ちょっと垂らしてみたら、なんかちょっと微妙な味になったので、塩コショウしました。ちょっと味を整えて、そしてさらに海苔を焼き海苔をちぎって入れてみました。そうしたら味がまとまりました。うん、何でもやってみるもんだ。足しゃいいってもんじゃないけど、足していいこともあるね。うん、思いのほかね、オリーブオイルのね、レモンがね、効いてましたね。うん、ですから塩麹がちょっと負けちゃった感じで、それを補うために、岩塩を少々と、海苔です。で、シーチキンがね、買ってね、ダメだった。で、海苔でね、うまくね、まとめられました。海苔美味しいんですよ、案外。海苔をちょろっとちぎってね、入れるとね、いい調味料ですよね。で、トマトもね、美味しい調味料だって言うけど、海苔とトマトと、うん。あとそうだ、紫色の、これはワケギの根です。ね、根っこです。ワケギはもう植えるんですが、たくさん食べるところがあったので、刻みました。辛いんですよ、これは。だから、ちっちゃく切りました。納豆にね、入れようかなって刻んだらね、カレーって感じで、ダメだったので、こんな感じで、あえてみました。火を通すとね、何にもね、味がなくなっちゃう。玉ねぎよりも主張しないから。もったいないので食べてみます。これは、あえ物です。それから、こっちは、くたくたになっちゃった。塩麹炒めにしました。こっちは火を通してました。塩麹に。うん。これはね、美味しいと思うよ。美味しい美味しい。オリーブオイルで炒めてから、塩も何にもしません。塩麹だけを入れました。美味しい塩麹なんですけど。で、くたくたになったところがね、またうまいうまい。ご飯の友って感じですかね。ナスと、これは甘辛唐辛子です。甘長唐辛子です。うん。辛いのが好きだったら、これ辛くしちゃったら、それはそれで美味しいなと思う。ちょっと冷めてきたら、まったりとしてきました。ちょっと冷めた方が味が染みるんですよね。ある意味で。だからこれは明日も食べられそう。冷やしとけば。たくさん作ったからそうしよう。食べ過ぎは禁物です。あ、それから、ビールでも飲もうかな。あとはね、友達がね、くれたの。今日。こんな美味しいものなんですよ。これこれこれ。賞味期限7月3日。まだあるけど。後で食べちゃおう。これ美味しいの。白玉。違う。これだ。ゼリー。ああ、それか。辻利平。美味しいところなんですって。京都の宇治抹茶ですね。抹茶ゼリーです。美味しそうです。いただきましたので、よく冷やして、主人と食べます。そうですね。ゼリー美味しそうです。これを、今夜のご飯にします。以上。